トータルの戦力面だったり、プレーオフでの経験面だったり、こういったところはアストロズが上だと思いますし、またヒューストンで最大4試合できる点もアストロズにとっては追い風かと。ブレイブスも勢いがありますので全部負けるということはおそらくないと思っていますが、まあ4勝2敗くらいでアストロズが世界一となる、まあ4勝2敗くらいでアストロズが世界一となるのが私の予想ですが。はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今2度もお聞きいただいたのはワールドシリーズ前の私の予想、様々な要素を考慮してアストロズが4勝2敗で世界一となると高らかに予想した時のやつですが、皆さんご存知の通り今年のワールドシリーズ結果はアストロズが4勝2敗ではなく、ブレイブスが4勝2敗でアストロズを下し、見事1995年以来26年ぶりの世界一に輝きました。いや、シリーズの勝敗数自体は当たったんですが、まさかブレイブスが世界一まで駆け上がってしまうとは。今季アクーニャが怪我したりなどいろいろな風に見舞われたブレイブスがシーズン88勝でどうにかプレーオフに滑り込んできたような状況でしたんで、プレーオフ始まる前なんかは正直ディビジョンシリーズでブルワーズに負けてもまあ仕方ないかなくらいに思っていたんですが、ディビジョンシリーズでそのブルワーズを下し、さらに NLCS では昨年の世界一ドジャースを下しワールドシリーズ進出、アストロズをも下すのはさすがに厳しいんじゃないかと思ってあのような予想をしたわけですけれども、ブレイブスがここまで勝ち上がってきたのは決して運や勢いだけによるものではないことをこのシリーズ中証明して、見事ワールドチャンピオンとなりました。本当にここまでのブレイブスの戦いぶりに関しては驚きの連続で、最後の最後まで周囲の予想をいい意味で裏切る素晴らしいチームだったと思います。ブレイブス、そしてブレイブスファンの皆様、本当におめでとうございます。ワールドシリーズの MVP には後でも触れますが、シリーズ中3本のホームランを放ったホルヘ・ソレアが選ばれまして、前の NLCS でのエディ・ロザリオに続いてまたもトレードデッドラインで獲得した選手が MVP クラスの活躍を見せたのもまた印象的でした。ブレイブスに関してはシリーズ前ブルペンの疲労、特に勝ち試合を中心にかなり登板がかさんでいた AJ ミンター、ルーク・ジャクソン、タイラー・マツェック、ウィル・スミスのパフォーマンスが個人的にかなり心配していたところだったんですが、ミンターは失点する場面があったとはいえ、他の3人に関しては文句なしの活躍でしたよね。ブルペンがワールドシリーズでも引き続き硬かったのは間違いなく大きかったと思います。NLCS ではちょっと疲れが見えていたルーク・ジャクソンは休みを挟んで完全復活を果たし、シリーズ中3試合3回3分の2を投げて無失点、ブレイブスのポストシーズンほぼ全試合登板しているんじゃないかというくらいの勢いで投げまくっていたマツェックに本当に疲れという言葉はないのでしょうか。このシリーズでも4試合に登板し5回3分の1をわずか1失点、そしてこのポストシーズン中一度も失点していなかったクローザーのウィル・スミスもワールドシリーズ4試合すべてゼロに抑える活躍でブルペンが変わらず頼りになりました。またこの他にもクリス・マーティンだったり、ブルペンデーとなった第4戦初回ワンアウト満塁から登板のカイル・ライトが好投したりと、勝ちパターン以外のピッチャーたちの活躍も光り、投手陣が一丸となって強力なアストロズ打線を封じ、この世界一という結果につなげることができたのかなと個人的には思っています。ブレイブス投手陣の活躍が本当に目立ったシリーズという印象です。そして打線の方でも要所でブレイブスというチームの勢いといいましょうか、特にソレアがまあ MVP 受賞したくらいなので当たり前といえば当たり前なんですが、いい場面でめちゃくちゃ活躍してましたよね。まず第1戦アストロズの先発が ALCS 第5戦で好投したフランバーバルデスで、彼も前回好投したのもあって結構いい気分でマウンドに上がったと思うんですけれども、1番のソレアがいきなりその出鼻をくじく先頭打者ホームラン、ワールドシリーズの経験の面ではアストロズに分がある中で、まず第1戦ブレイブスがこのホームランで先手を取れたのは単に1点以上の価値はあったんじゃないかと。その後ブレイブス打線がバルデスを攻め立て3回までに5得点、早々にバルデスを引きずり下ろせたのも良かったですよね。そして第4戦もまたブレイブスの勢いを感じるゲームだったと思っていますが、1点ビハインドの7回にダンズビー・スワンソン、そして代打で登場したソレアの2者連続ホームランで逆転し、そのまま逃げ切ったゲーム。あの試合は生配信で皆さんと一緒に見ていましたが、思わずなんだこのチームはと言ってしまいました。あの試合をあのような形で逆転でものにし、シリーズ王手をかけてマックス・フリードを十分休ませた上で今日先発できる状況を作ることができましたからね。シリーズの主導権をブレイブスが終始譲らず、その中で特にソレア、今日の第6戦でも先制のスリーランホームランを放ちましたが、前の NLCS ではコロナ陽性反応が出たせいでほとんどまともにプレーできなかった彼が、その影響を感じさせないくらいの活躍を見せてくれたのは、ブレイブスとしても願ったり叶ったりといったところでしょうか。やはりシリーズ男のような選手が短期決戦で出てくると、もうその選手だけでシリーズの結果変わりますからね。NLCS ではロザリオ、ワールドシリーズではこのソレアが見事にブレイブスに勝ちを引き寄せる活躍をしてくれましたね。ブレイブスのトレードデッドラインでの補強がまたも光るシリーズとなった印象です。
一方で敗れたアストロズ、非常に豪華な打線で普通にやれば問題ないとシリーズ前考えていましたが、このワールドシリーズはちょっとらしくないパフォーマンスでしたね。6試合で20得点上げてはいますが、勝った2試合で16得点したのが大半を占めており、ブレイブスが優位に立ったゲームではほとんど打線が仕事をさせてもらえなかった印象です。チーム打率は2割2分4厘、 OPS も5割9分6厘と、アストロズ打線の怖さという部分をシリーズ中あまり出すことができていなかった感じでしょうか。特に何人かブレーキとなってしまった選手がいて、第4戦まで3番に入っていたアレックス・ブレグマンが21打数2安打、完全に打線の流れを断ち切ってしまっていましたね。シフトを破ってヒットというシーンはあれど、ブレグマンらしいバッティングがほとんど見られなかったのがアストロズとしても痛かったかなと。そしてもう一人は ALCS の MVP となったヨルダン・アルバレス。アルバレスも20打数2安打とブレイブス投手陣に完全に封じ込まれてしまって、また DH のないアトランタでの試合ではレフトに入りましたが、第4戦ソレアの決勝弾がうまい外野手ならもしかしたらアウトにできたかもしれないプレーだっただけに、攻守でチームにちょっと貢献することはできなかったのかなと。 ALCS で打線をまさに牽引する活躍を見せてくれていただけに、ワールドシリーズで一気に冷えてしまったのは打線全体の勢いをも止めてしまったのかもしれませんね。他にもカルロス・コレアも OPS の面では少々物足りない数字に終わっており、それだけブレイブスの投手陣がよく投げたことの表れだとは思いますが、チームの強みを存分に発揮することができなかったのが今回の敗因でしょうか。アストロズは今回が直近5年間で3回目のワールドシリーズ進出となりましたが、またも NL 東地区のチームに世界一を阻止される結果となってしまいました。そしてこのオフ、アストロズはおそらく転換期を迎えることになるでしょう。チームをこれまで支えたショートのカルロス・コレアは今オフ FA 市場の中でも最大の目玉選手であり、アストロズがよっぽどのオファーを出さない限りは来年コレアは別のチームのユニフォームを着ることになるかと思っています。サイン盗みの一件以降の言動や行動などが何かと批判の的となりますが、勝負どころで必ず大きな一打を放ってくれるくらいクラッチヒッターの印象があり、チームリーダー的な存在でもあったコレアの退団は昨年のスプリンガー以上の影響がチームにあるかもしれませんね。この他にもザック・グレインキー、今季は怪我で投げることができませんでしたが、ジャスティン・バーランダー、夏にトレードで獲得してきたケンドル・グレイブマンなども FA となり、今季もだいぶ若手の台頭が目立つアストロズというチームの印象ではありましたが、来季のアストロズもまた違った印象のチームとなるかもしれません。また個人的に少々驚きましたが、ワールドシリーズ終了後にブレント・ストローム投手コーチが退団することも発表されました。アストロズ投手陣を文字通り支えた名コーチで、アストロズで投手の才能が開花した背景には必ずと言っていいほどこのストローム投手コーチの働きが絡んでいたんですけれども、そんな名コーチがアストロズを離れると、これも結構なインパクトがありそうですが、どうでしょうかね。アストロズはこの5年間 MLB 有数の強豪球団を毎年作り上げてきましたが、コレアやストローム投手コーチが抜ける来年以降も同じか、あるいはそれ以上に強いチームを継続して作り上げることができるのか、こちらはですね、個人的にも注目していきたいポイントかなと思っています。という感じで今年のワールドシリーズも終わりましたので、いよいよオフシーズンが始まります。これから5日間の間に来季の選手のオプションを行使あるいは破棄するといった話題が中心となったりですとか、クオリファイングオファーを提示するか否かという点もまた話題となるでしょう。5日後からは本格的に FA 市場が開き、選手の移籍関連の話も楽しみであるんですけれども、ただ今年ちょっと懸念しているのが CBA 交渉、労使協定関連の話題ですね。現行の労使協定は12月に執行する予定で、今の MLB と選手会の関係性を踏まえると、この期限までに新しい労使協定を結ぶのはかなり難しいのではと今報じられているところです。そうなると MLB の FA ですとかトレードですとか、そういったところが完全にストップする可能性があり、また交渉が泥沼化すれば来季の開幕にも影響を及ぼす可能性が否定できません。ファンとしては双方納得できる形で合意してほしいなとは思いつつも、昨年のあの開幕をめぐる交渉を見ていますと、まあ厳しいだろうなという気もしています。このあたりも含め当チャンネルではオフシーズンも引き続き MLB 関連の話題を投稿していく予定ですので、そのあたりもお楽しみに。ということで今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。